映像クリエイターの皆さん、こんにちは。近年よりたくさんの人々がお手持ちのスマートフォンやカメラを使って旅行や Vlog など様々なシーンをまるで映画のように撮影し、一つのユニークなスタイルとなっています。今回はクリエイティブなビデオ編集のヒントや技、その他たくさんの創造的なデザインを共有します。 Just enjoy the creativity。 映像をより映画のように見せるには、撮影や編集のタイミングがポイントです。私たちがどのように撮影をしているのか見てみましょう。1つ目、カメラの露出を正しく設定しましょう。映像を観察し、露出が適切な範囲に収まっているか、明るさと影のバランスが取れているかを確認します。2つ目、絞りの大きいレンズを使いましょう。 F 値を絞るほど被写界深度が深くなり、ピントの合う範囲が大きくなります。 F 値を小さくすることで背景をぼかし、被写体を際立たせましょう。3つ目、写真の構図を使ってビデオのストーリーを伝えましょう。良いビデオの構図は私たちの視線と一致し、見る人に快適な視聴体験を与えます。4つ目、動きの撮影時にはカメラスタビライザーを使用しましょう。安定したカメラワークはプロの技術の代表です。カメラが揺れているとカジュアルで見ていて心地よくないものとみなされてしまいます。もちろん作っているコンテンツの内容によっては手ブレが有効な手段となる場合もあります。5つ目、ビデオ編集についてです。動画をより映画らしく見せるため、動画のアスペクト比を16対9から映画の比率である 2.39 対1に変更しましょう。動画の上下に黒い線を引くことで簡単にできますが、簡単に映画を見ているような感覚を視聴者に与えることができます。6つ目、ビネットを追加しましょう。重要でない部分の光量を落とすことで主題を強調させる方法で、映画撮影の際にもよく使用されます。7つ目、動画をエクスポートするときにカラーグレーディングを行いましょう。ネットでもたくさんのルックアップテーブル、つまり映像に当てるカラープリセットをダウンロードすることができます。これを使って簡単に動画の雰囲気を変えることができます。もしくはパラメータを微調整することで手動でもカラーグレーディングを変更することができます。8つ目、適切に再生速度を変更しましょう。これは伝えたいストーリーに映像のテンポを合わせるという技です。適切な場面で使えば、映像全体として見た時にも非常に効果的となります。9つ目、場面に合った適切な BGM と効果音を加えましょう。音楽や効果音は映像クリエイターが見落としがちですが、実際には映像作品にとって非常に重要な役割を担っています。例えばホラームービーから BGM を消してしまうと、その恐怖の雰囲気が途端になくなってしまいます。最後の方法はビデオにグレインノイズを追加することです。映画を拡大してよく見るとグレインノイズがあります。作成中のあなたの映像にもこのテクスチャーを追加してみてください。より映画らしい映像になります。さて、今回は映像をより映画らしくする方法を10個紹介しました。この動画が役に立ったと思った方は、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。ご視聴ありがとうございました。